どうも。エアコンになんかな。じきに頭痛くなりそうやからつけて。でも低いわ。読書感想文を書きます。いらんけど。前髪切った？よう分かったな。長さはあんまり短くしてないね。邪魔やった分だけ切った。よう分かったな。あんまり短くする気はない。こう流したいから。いつもやったらもっと短くするけど。初めまして。どうも。休憩なあ。ほんまにな。マナミめっちゃ好きやったんやけど、めっちゃおもろいからさ。別にそんな喋ってなかったんやけど、話聞いてておもろかった。知らん。少なかったん？そうなんや。めっちゃうまいイメージやった。表面張力めっちゃかっこよかったし。ま、彼女が幸せならそれでいいと思いますよ。別に引き止めるものでもないですからね。自分がやめてほしくないっていうだけで人の人生左右するのはまた違うと思うし、そっちの方が幸せになれると思ったんやったら。
いい天気、外出てない、カーテンも閉まってる。なんかみんな窓開ける人、窓は開けるけどカーテンとか開ける？なんかもううちの家めっちゃ暗いから嫌やねんな。まあ私めっちゃ日光好きな人やからさ、日光浴びたいけどなんか焼けたらあかんから。光合成は違うろ、植物やんそれ。酸素出てまうて。黒か黒系の服、別にそんなことないで。めっちゃ青映ってるし、青緑、なんかくすんでるけど。たまたま見に来た時が白黒やったんじゃない。必要が多いのはどうなんでしょうね。なんか卒業悲しいけど、なんかそんなやな。別にみんながあれやで、嫌いなわけじゃなくて、だって分かりきったことやん。いつかは出会ったんやから、どっかで別れが来るのは当たり前やし、って考えたら別にそんなじゃない。悲しくないわけじゃないけどな。ちょうどさ、その発表を聞いた時、あやぴょんとヨシミンがおったから言ったけど、
なんかめっちゃ変なとこに来てる。感想文書こうかと思ったけど、この本書くの難しい。どうも。いや、書く気になれ。こんな顔がいいな。もうそろそろやろ。どうも。ということ、一般人に比べてアイドル最高って。どっち目線なんやろな、それ。アイドルをやってる人は幸せでいいねなのか、アイドルをやってる人が見れて幸せ、癒されるの方なのか、どっちなんか。これイベントもう特に終わってるやろ。動物園？マイナーな動物園？どれがメジャーなんかが分からへんから、そんな聞かれても分からんけど、分からん。どれがマイナーなんか分からへん。どの基準でのマイナーなんか。若干失礼じゃないそれ。なんかあたかもここは人気がないですよって言ってるみたいで。またランキング生まれへん。もう喉に管刺したいわ。
こじ開けたいもんな、ね、今グッて、なんかずっと閉められてるみたいな感覚やね。ほんまにやめてほしい。痛くはない。なんか種入ってるみたいな。飲み込んでもまた出てくんねん。グッて。これほんまに治れへんねん。なんかほんまに言い訳で読みたくないんじゃなくて、ほんまに読まれへんねん。もう分からん。言ってもどうせ何も言われへん。声出にくいからめっちゃ歌いにくいよ。水何回飲んでもすぐ出へんくなる。そもそも声出てないからな、歌うのが。もってのほかやろ。分からん、ずっと前から、ずっと前からやけど最近また悪化した。5時になったら終わります。咳出るっちゃ出るけど、ずっと出てるわけじゃない。咳は水飲んだら収まる。ほぼ出てないかな、たまにくらい。咳払いで治ってたらもう治ってるって。5分長ない？さっき見た時も55分やった。分からん、晴れてんのかな。知らんけどずっと声出えへんねん。病院なんか行っても何もせえへん。
なんか変な音鳴った。これ何？筋かな。今筋グリってなった。すげー。これ何？普通に喉やでな。え、なんかな。うん、普通やと思うけど。なんか動く。これ。あ、喉仏が動いてんの。いや、それじゃない。横移動。なんやろこれ。別に違和感じゃない。出来物じゃない。だから遊んでただけ。普通やって。言わんかったらよかった。美容室行ってない。もう、もういいよ。なんか何言っても無駄な気がする。そもそもしんどいって言ってる時点で全然大丈夫じゃないやろ。5時や。さよなら。